では代わって子ども政策課から児童虐待防止推進月間の取り組みについてお知らせします。子ども政策課の柴田さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。児童虐待防止推進月間とはどういったものなんでしょうか。はい、児童虐待防止等に関する法律が平成16年11月に施行されたことから11月を児童虐待防止推進月間と定めたものです。期間中はオレンジ色のリボンをシンボルにした児童虐待防止への関心を高めるための活動が全国で行われます。この活動をオレンジリボンキャンペーンと呼んでいます。オレンジリボンには子どもへの虐待をなくし苦しむ子どもたちを支援しようという思いが込められています。オレンジリボンキャンペーンとして市内で行われている取り組みはありますか。はい、まず市内の小学生に向けてみんな仲良しというテーマで絵を募集し、その絵をゴミ収集車に貼っております。これは調布市子ども条例の理念に基づくいじめや虐待のないまち宣言を広く知っていただくことを目的とする事業で、オレンジリボンキャンペーンの一環で行っています。次に11月23日土曜日に味の素スタジアムで J リーグ公式戦 FC 東京対湘南ベルマーレ戦があります。この試合を観戦にいらした方々に児童虐待防止のキャンペーングッズを配布します。なるほど。他にも取り組みはありますか。はい、11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間でもあります。女性に対する暴力根絶運動の国際的シンボルマークであるパープルリボンとの共同企画としてメッセージポスターや紫色とオレンジ色の花で作ったオブジェなどの展示を行います。今月には養育家庭体験発表会も行われるとのことですが、これはどういったものなんでしょうか。はい、まず養育家庭とは様々な事情から親元で暮らすことができない子どもを一定期間養子縁組を目的とせずに育てる里親の家庭のことです。養育家庭体験発表会は地域の皆さんに向けて実際の里親の方々が体験談をお話しする場です。調布では11月11日月曜日午後2時から文化会館田作り8階映像シアターで開催します。今年は2人の里親の方にお越しいただき体験談を発表していただきます。ところで児童虐待とは具体的にどういったことを言うんでしょうか。はい、児童虐待は大きく4種類に分けられます。身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つです。配偶者への暴力を子どもが目の当たりにすることも心理的虐待にあたります。注意していただきたいのは虐待であるかどうかは子どもや保護者の状況、生活環境などから総合的に判断すべきということです。親がしつけだと思って行っていることも場合によっては虐待となり得ます。あくまで子どもにとって有害な行為であれば虐待に当たるということを知っていただきたいと思います。実際に児童虐待ではないかと思われることを見たり聞いたりしたときにどういった対応をすればいいんでしょうか。はい、まずは匿名で構いませんので子ども家庭支援センター健やかに連絡してください。担当の職員がお話を伺います。お話を伺った後に対象となる児童の状況などを確認します。その確認に基づき必要であると判断すれば支援を開始します。夜間など健やかの閉館中は児童相談所の全国共通ダイヤル189にお電話ください。では最後に市民の方にメッセージをお願いします。はい、まずは京王線国領駅の駅前にある子ども家庭支援センター健やかをご利用いただきたいということです。子どもを育てるということは喜びや楽しさの一方で子どもの健康や発達に関すること、または子どもが言うことを聞かないといった悩みや不安、心配事も尽きないことと思います。そのような悩みを話せる相手が見つからず孤独感から育児ストレスが溜まっている方もいるかもしれません。悲しいことに育児ストレスが原因となった児童虐待も発生しています。健やかでは様々なイベントや子育て講座を開催しています。イベントなどに参加することで
親同士の交流や情報交換の場を持つこともできます。他にも屋根のある公園として屋内で親子が一緒に遊べる広場がありますので、気軽に利用いただきたいです。また健やかには相談員がいます。悩みは一人で抱え込まず気軽にご相談ください。相談員がお話を伺いながら一緒に考え、子育てに関するアドバイスや様々なサービスを紹介します。子ども政策課の柴田さんにお話を伺いました。